はい、では今日もですね、社長の仕事365日チャレンジを始めていきます。この動画シリーズは365日間社長としての仕事をご紹介していくというチャレンジになっています。でまだ第1日目の動画を見ていない方はそちらからご覧ください。で今日20日目ですね、ようやく20日目だということでまだまだありますけれども、今日の仕事は自社の企業価値を算出するということですね。自社の企業価値を算出すると。でこの企業価値っていう言葉にこうあんま馴染みがない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけれども、この企業価値っていうのは、簡単に言うと今自分の会社がいくらで売れるかということです。今自分の会社がいくらで売れるか。でこれですね、上場企業の場合にはもう分かりやすいんですよね。時価総額っていうのがその自分たちの企業の価値なんで分かりやすいんですけども、上場してない場合には、そういうふうに明らかになってないので、自分たちで計算する必要があるということですね。でこれなぜですね、この企業価値を知ることが大事かっていうことなんですけど、大前提としてこれいろんな考え方ですねあると思うんですけれども、会社をやっぱりやるっていうですね、こう独立して起業するっていうことは、一つのですね投資だと思うんですよね、人生における。例えばその株に投資するとか、不動産に投資するっていろいろあると思うんですけども、こうビジネスを始めるっていうことも一つの投資ではあると思うんですよね。皆さんのその今の会社のですね資本金がいくらか分かりませんけれども、例えば1000万円ですね、自分の自己資金で1000万円を使って今の会社を作ったんだったら、投資した金額っていうのは要は1000万円ですよね。でほとんどの日本人の社長っていうのは、自分自身がこの会社に投資した投資家でもありかつ経営者でもあるので、ほとんどの社長は自分は経営者だと思ってるんですね。一方で本当はその1000万円をですね出した投資家でもあるっていうことなんですよね。なので本来は、社長っていうのはその経営者っていう立場と、あと投資家っていう立場を、実は2つ持ってるっていうことなんですね。これはあくまで自分で投資して会社を作った場合ですけれども、なのでこの投資家としての側面も持ってるということなわけです。で考えたら、その資本金1000万だったら1000万を投資して作ったわけですね。でそれで何年か経営してって、要はその投資家としての視点で考えると大事なことは、じゃあその最初に投資した金額が今いくらになってるのかっていうのがやっぱ投資家としては大事になってますね。これはもちろん他の投資と同じで、株に1000万投資して5年後に1500万だったら、50% 上がったということですね、5年後に。じゃあこのビジネスに1000万投資して、今それがいくらになってるのかっていうのですね、投資家としての視点ではですね考えないといけないということになるわけです。それがこの企業価値っていうことですね。会社を作ったばっかりの時には要は売上ゼロで、その皆さんが投資した1000万円だけがこう銀行口座にあるっていう状態だと思うんですけど、その時点では皆さんの会社の企業価値っていうのは基本的には1000万だけですね。売上もゼロだし、特に何もね、お客さんもいないわけだから、現金1000万しかないわけなんで、企業価値は1000万ということなわけですね。でそれから5年ぐらいいろんな活動をして、会社を成長させてきたわけなんですけれども、そうなってくると例えば、いろんないいお客様がついたりとかですね、売上が上がったりとか、その内部留保が増えたりとかですね、してこれ最初の1000万というのがどんどん膨らんでいって、会社としての価値が膨らんでいるはずなんですよね。それが今いくらになっているのかということなんですよね。でそれを今日はちょっと一度考えてみましょうということなんですね、投資家としての視点で。で例えばですね、最初に1000万投資しましたということで、今10年経営しているとしまして、今ですね、その企業価値を計算したら、1050万円でしたという会社があったとします。要はその10年間で 5% だけ上がったっていうことですね、企業価値が。それって果たして今までやってきた意味があるのっていう話になるんですね。もちろんその今まで会社を経営してきて、その自分の人生にこうやりがいがあったりとかですね、お客様に喜んでもらったりするっていう経営者としてのこうなんていうかな、やってきた回っていうのがあると思うんですけども、一方で別の側面で投資家として考えた場合には、1000万円が1050万円にしかなってないってことですね、10年経って。であればその1000万円をもしかしたら例えば不動産とか株とかに投資していた方が、もしかしたらそれが10年で 5% じゃなくて10年で 20%、30% になってたかもしれないですよね。でそう考えたらですね、ちょっと今までのやり方はちょっと変えて、明日から別のちょっと働き方をしてですね、
もっとその投資価値っていうのを高めていこうっていう風な考え方になるはずなんですよね。でもちろんですね、この企業価値っていうことだけが経営者としての評価ではないと思うんですけど、さっき言ったように、ね、このやっぱりやりがいとかお客様に喜んでもらうとか社員に喜んでもらうとか、そういうことももちろん、経営者をやってきたこう会社としての価値っていうのがあると思うんですけども、一方で、例えばですね、皆さんがこう引退するときに会社を売ろうと思ったら、この皆さんの企業価値で要は会社が売却されるってことなんで、それが当初の金額、投資した金額からどれくらい増えてるかっていうのがですね、やっぱり大事になってくるかなと思うんですよね。でほとんどの社長はおそらく今の自社の企業価値っていうのをご存じないと思うんですね。でこの企業価値の算出の仕方は、ネットで調べればですね、簡単なやり方っていうのはいくつか出てきますし、もし正確に知りたいってことがあれば、例えば M&A のですね、仲介会社に依頼すると自社の今企業価値っていうのが出てくると思います。で私がですね、その M&A の専門家の人に聞いた話だと、ほとんどの社長はその会社を売ろうと思った時に初めて自社の企業価値っていうのを知るっていうことですね。何十年も経営してきて、こう企業価値っていうのを計算したことがないと。で売ろうと思って初めて計算してみたら、もうびっくりするぐらい企業価値が低いっていうですね、事実を初めて知らされる社長が非常に多いっていうふうに言うんですよね。なんかそれもね、ちょっと寂しい話なので、ぜひ、今の時点でどれくらいの価値があるかっていうのを算出してみてですね、それをじゃあいかにこう高めていくかっていうことも一つのですね、日々の仕事の中で考えながらやっていくといいのかなというふうに思います。というわけで、今日の仕事は自社の企業価値を算出するというところの数字だけですね、まず、出していただくだけでも結構いい気づきがあるのかなと思いますので、ぜひやってみてください。というわけで、また明日動画でお会いしたいと思います。